おはよう。七高校でおはようしてないか、ちょっとおはようってするね。七高校でおはようってした。おはよう。はい、本日最終日です。トラップ入れよう。おはよう。よいしょ。おはよう。おはようございます。今朝は半開きはないですね。あの向きがもう違うので棚が映らないという。から寝坊したかと思った。ごめんね、普通に忘れてただけ。ちゃんとね、起きた、来てはいた。そう、起きてたんだけど忘れちゃったっていう。もうなんかね、夜とかもやらなきゃいけないことがもう分かんなくなってきてた。これやったかな、これやったかなって一つ一つ確認するんだけど分かんなくなってきて。おはよう。はい、本日最後なので本当によろしくお願いしますね。ということで、今日まだ伸びてないの忘れてた。のんびり白湯飲んでる暇なかったわそう、朝起きてカーテンシャッてして、白湯持ってきてこの部屋でのんびり白湯飲んでたんですけどそんな暇なかったもう一日頑張ってね。頑張ります。おはよう。はい、ということでね、少しストレッチしたいと思います。いつもみたいにちょっと多めじゃなくて少なめになるんですけど、軽くお目目覚ましましょう。そしたらちょっと今やってみて。まずグッて伸びて、グッて伸びて、気持ちいいから。よいしょ、伸びた、伸びたね。そしたら何しよう。眠くないですか？全然眠くない。何しよっかな。首しよっか、やっぱり。皮下が好きだから。喉大丈夫？なんか多分大丈夫。朝起きたばっかりだからだと思う。起きたばっかりってこと、起きたばっかりでもないけど、多分今日喋ってたら治る。ありがとう。そう、まあたまにね、あるんで。ラジオ体操はね、音楽がないのでちょっと全身映せないんですよ。前に伸ばしてください。次。なんか虫に刺されてる気がする。やだ、虫に刺された。かよいと思ったらなんか膨らんでるよ。そしたらそうだな、
どうしようかな。今日のメニュー考えてないや、ストレッチ。考えてなかった。おはよう、初見さんありがとうございます。どうしよっかな。体伸ばそう。ちょっと1回目と同じメニューになるかも。ほぼほぼ一緒。よいしょ。今日は時間かかりました。あー倒れちゃった。あ、消えてない、よかった。こちらになります。最後はね、皆さんで、皆さんでっていうかあれなんですけど、みんなでね、あのわーいってやりましょう。終わったら終わったらわーいっていう。そう、そう、8時までなんですよね、イベントが。それに合わせたから時間もちょい変えました。はい、そしたらもう手首とか回そう。手首ぐるぐる回して終わろう、今日のストレッチは。雨すごくなってきた。雨降ってんのかな。雨降ってるわ。雨降ってないように思ってたんだけど、結構降ってたわ、ちっちゃい雨が。が肺は眠ってしまいそうです。しかね、もともと早起きするの得意なんで、まあ、得意って言ったらあれだけど、はい、まあ全然普通にできる人なんで、いつも割と早かったりするんで。うん、おはよう。あー、ちょっと強くなってきたね。今少しだけまだ空いてんだけど大丈夫かな。少しだけまだ空いてる。なんかちょうどいい気温。ちょっと外暗いけどね。おはよう。皆さんね、気をつけてくださいね、台風来てるから。雨の音、あ、雨の音かも。雨の音はある。今ね、外雨降ってるんで。おはよう。東向きだと雨が入ってくるみたい。ここ何向きだ。ここ何向きだろう。東向き、あ、違った、南向きやった。全然東向きじゃなかった。南向きではない気がする。あれ西向きだっけ。これ夕方に太陽が差し込むのは、え、違う、夕方にじゃない、夕、え、違う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 、ちょっとないかな、ね、何向きの部屋だろう、こしかね。何向きか全然わからん。どうやって何向きかってわかるの？え、玄関の向いてる方向が、方向にコンパス向けんの？かさ、コンパスの使い方ね、わかんないの。そう、コンパスの使い方を。ね、ちょっと、苦手だったの、小学校の頃から。なんか意味がわかんなくて、理解できたくなかった。朝、太陽が見える部屋は、東向きだよ。太陽見えるっけ、この部屋。
赤い矢印がね、北っていうのは知ってんの。北っていうのは知ってんだけど。なんかもうどっちに向けたらいいかわかんないもん。まあね、仕方ない。そうね、前向きなお部屋にしとこう。はい、前向きなお部屋です、ここは。全然わからん。本当にわかんないんだよな。なんでコンパスって難しいんだろう。いや、難しくないんだよね、きっとね。コンパスだけ本当に理解できなくて、私。そう。いやー。やばい、小学校の勉強もできてないよ。今？こっちが来たか。ここからどうしたらいいかわからないっていう。いや、諦めよう。これね、お母ちゃんに聞いたら一発でわかるから大丈夫。お母ちゃんに聞いたらわかるよ。そう、大丈夫。きっとね、私がちょっと難しいことをしなくても。まずの方向に？西の壁を背にして東を見てるのでは？あ、かな？今北がこっちだった。そう。北はこっちだった。で、孫だって。窓がね、右側にあるの、今。そう。おはよう。窓の方向はね、南。かな？多分。おはよう。朝ごはんは食べてません。カルンは砂漠で迷うのだけは避けよう。砂漠行かないし。砂漠は行かないし。あ、どうだろう。でも行ってみたいな。行ってみたいな。ちょっと気になるな。ていうか、家じゃなくて地形の開けてる向きの話だと思うんです。そうだよね。お母ちゃんに聞こう。お母ちゃんに聞こそうよね。はい。ダメだ、小学校から勉強やり直さなきゃ、ひか。長い髪の毛が寝てくる。でも、その企画でいいかもしれないよ。いや、行きたいね。それなら行きたいな。それなら、コンパス勉強するわ。はよ。なんかすごい短い髪が刺さる。違う、長い髪だ。今から休日出勤の僕をウインクで送り出して。
送り出しじゃない、送り出しで。いいよ。いってらっしゃい。頑張れよ、仕事。ピーンってた。チーム4のキャプテンには勝てるよね。え、それはなんか頭の良さとかいうやつですか？いや、ちょっと私、結構ガチめに頭悪いです。学校の勉強はできません。はい。学校の勉強はできません。まあ、なんか普通、いや。まあでも本当に学校も勉強ができないのは本当です。髪染めて1ヶ月くらい経った？あ、もう1ヶ月じゃないの、2ヶ月経とうとしてる。いや、経った2ヶ月2ヶ月経ったんですよ。やばいの。だから来月染めに行こうかなとか思ってるんですけど。漫画の知識ならトップクラスかな。そうね、漫画のクラス、漫画の知識はまあトップクラス、まあ普通。え、持ってる量に関しては AKB の中ではトップクラスだと思います。なんなら48グループの中でもトップクラスだと思っております。私は勝手にクラスの人気者って感じ。ヒカ全然、え、別になんか人気者じゃない、なんかとかではないけど、なんか一人なんか隅でなんかこういうことをしてました、なんか勉強してましたとかではないんですけど、はい。まあなんか友達がでも多いわけではなくて、私むしろ少ない少ないけど、なんかまあめっちゃ仲いい子とかもいてっていう感じだったかな。今に至っては連絡取ってるの一人だけなんで、私。他の子の連絡先知らないんです。仲良かった子の。なんか、ヒカの頃、ヒカが、中学校だった頃って、携帯持ってる子が少なかったんですね。そう、携帯持ってる子が、あんまりいなかったもんだから、LINE とかが交換できなくって、うん。そう、だからもともと超仲良かった子の連絡先とかも知らないから、今何してるのか知らないんです、私。だから一人だけ、うん。糸電話とか電子バトできたらいいけどな。なんかお家とかは一応知ってるんですよ。知ってる子は知ってるし、そう。でもね、なんか今更久しぶりとか言う自信もなく僕は自身に話しかける件男子でした。え、でもいいじゃないですか。そう、ヒカはね、割とおは話したりもしてましたよ、男の子と。うん、なんかもともと学校の中、クラス自体、男女仲がすごい良かったから、うん、なんか一緒にバスケしたり、そう、女子と男子、チーム混ぜて、バスケしたり、やってましたね。楽しかった。おはー。
よん。鼻がすごいかゆいの。僕の友達はヒカチュウのみんなです。よかった。カルンと一緒にバスケしたい人生だった。わかんない。またできるチャンスがあるかもしれない。できるチャンスがどこかで来るかもしれない。で、いいよね、バスケって。ヒカもバスケやりたい。まあ、そんなめっちゃうまいとかじゃないんですけど、まあ、授業でね、ちょっとかじったくらいで。うまいとかではないけど。で、楽しいよね。買うんだな？知らんけど。知らんのかーい。いや、多分花粉ではないと思う。お目目かゆくないし。うん。おはよう。みんな朝ごはん食べた？お、ハムちゃんとバスケ一緒に見に来たらいいね。あ、それは本当にそう。しかね、スポーツ観戦ってサッカーしかしたことなくて。はい、石川のね、サッカーチーム。金沢？ま、津営業金沢さんの試合を、しかもそれも本当に8入る前に、一回だけね、行っただけなので、見たいですね。まだ食べてないです。あー、そっか。髪染めるときはプリンのとこだけ染めんの？いや、全部色変えまーす、今回は。まあ、多分、髪の、うん、そうね、うん。色落ちしちゃって、ちょっともう黄色っぽいんで。はい。ね。ちょっと、なんかグレー系にしたいというか、グレー？なんか茶色じゃない色にしたくて。今はいないけど、知り合いの人が強い弦入ってました。あ！最初はどんな色やったの？どんな色やった？一応、オーダーしたのは、ミルクティーグレージュ。そう、ミルクティーグレージュはこんなになるんですよ。すごくないですか？ブリーチをしたので、はい。ブリーチをしたから、ミルクティーグレージュ入れて、まあしばらくすると色落ちをしてこういう色になります。ひーちゃんみたいな髪色は、いや、あれはひーちゃんだから似合う色だと思うんだよね。私金髪似合わない気がする。そう、やりたいんですよ、私も。正直やりたくて、金髪とはでは言わなくても、なんか私家にね、愛犬がいるんですけど、もう大好きな大好きな可愛い可愛い愛犬がね、いるんですけど、その子とね、同じ色にしたいんですよ。その子が、まあ、なんかミルクティーっぽい、ミルクティーを明るくした、まあ、だからちょっと金に近いような感じの色をしてて、それをね、お揃いにしたいんですけど、似合わない気がしてやってないんだよね。そうで、私は今茶色系にするより、ちょっとグレーとか、そう、白っぽいやつ、まあシアカラーとかやってみたくて。そう、同じ色にしたら見分けつかなくなっちゃうんじゃ。え？え？私ってそんなに？そんなに？そう。ね。あ、そうそうそう、アッシュ系、アッシュ系。昨日、ハッチと話したのはシルバーアッシュっぽくしたいって。まあ、そこまで白っぽくはしないけど、まあなんか、ちょっと、まあ、黒だけど、なんか、なんて言うんだろうね。説明ができないんだけど、まあ、グレーというか、そう、いろんなシルバーアッシュあるんですけど、一応見たら、そう、白すぎないシルバーアッシュにしたいんですよ、私は。
ってらっしゃいのウィンクください。いってらっしゃい。はよ。銀時は、いや、あれは水色じゃない？そう、シルバーシって調べたらね、結構髪の色出るんですけど、ああいう感じでした。はい、ということで、ちょっと55分になったので、ランキングいきます。13位、アマグリさん。12位、ギャレスアットナナレンジャーさん。11位、シオンさん。10位、タイラさん。9位、ラミヒーさん。8位、トキピタさん。7位、カボちゃん。6位、谷口ひろきさん。5位、サルキチアットヒカチューブさん。4位、タツさん。3位、サトちゃん。2位、ユータットヒカチューブさん。1位、青空さんです。ありがとうございます。ギフトいきます。タツさん。ギャローさん。アルビンズランクさん。サルキチさん。青空さん、千葉メガさん、さとちゃん、ゆうたさん、くまくまちゃん、えいじさん、ケロンさん、えんじょさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そしてカウント、星投げも本当にありがとうございます。すごく嬉しいです。はい、ということで、最終日が始まりました。次のお時間は9時半から10時となっております。はい、ぜひ見に来てください。あ、かぼちゃんありがとうございます。今日のね、タイムスケジュールです。よろしくお願いします。最後まで頑張るので、応援よろしくお願いします。初見です。間違えた？できればね、たまに押しちゃうときあるよね。はい、今日も頑張りましょう、皆さん。お仕事ある方は頑張ってください。イェイ。そしてショールーム、インスタグラム755、ぜひいいね、コメント、フォローお願いします。そうだ、配信内容についてね、お話しするの忘れてた。12時半から13時の回と、15時半から16時の回と、18時半から19時の回は、コスプレをします。何のコスプレかは、お楽しみになんですけど、はい、コスプレをします。そして、またね、どっかの時間で、まあ、コスプレしながらガンプラ作ったりもするかもしれないんですけど、ガンプラをね、ちゃんと完成させたいと思います。おはよう。メイドではないです。はい、メイドではないです。メイドはね、やったので、この前。違う、それとはまた違うやつです。初めて着るやつ、そう。ガンダムがコスプレ、あ、自分で作って装着みたいな、やだ、違うよ、違うよ、いや、なんかガンダムは乗ってみたいけどね。乗ってみたいけどね、違うよ。全身タイツもやりません。はい、あ、59分ありがとうございます、教えてくれて。はい、ということでね、1回目の配信はこれで終わりたいと思います。今日も1日頑張りましょう。そしてよろしくお願いします。はい、それではまた次の時間にお会いしましょう。はい。コスプレとは違くて、私服も見たいな。あ、私服も着ますよ。9時半からと、ラストの回で私服もね、着ます。はい。最近ちゃんと服変えてる。服変えてるって言うとあれだけ変えてない人みたいだけど。はい、ちゃんと私服に着替えてる。ありがとうございました。